TIFF メソッド開発者の成田です。パンローリングのカスタムチャートに TIFF メソッドのテンプレートをダウンロードする手順を解説します。iPhone にパンローリングのカスタムチャートをダウンロードしました。カスタムチャートのアイコンをタップします。4本チャートの画面が最初に立ち上がってきています。今回は例としてユーロ米ドルを選択してタップします。ユーロ米ドルのチャートが表示されます。次に右上コーナーのダイヤル印をタップします。チャートの設定画面が表示されています。テンプレートを読み込むを選択してタップします。ダウンロードされているテンプレートの一覧が表示されています。英語表記ですが TIFF メソッドを選択してタップします。右上コーナーの完了をタップします。 TIFF メソッドの設定がユーロ米ドルのチャートに表示されています。左上コーナーの時間枠を確認してください。 TIFF メソッドは日足に有効なセットアップとシステムです。ここでは60分足のチャートになっています。そこで時間枠を日足に変更します。右上コーナーのダイヤル印をタップします。チャートの設定画面が表示されます。日足を選択します。チャートの設定画面の完了をタップします。日足のユーロ米ドルが表示されています。上から日足のチャートと高値安値の3本移動平均線が表示されています。中段は MACD、MACD です。下段は RSI です。以上、TIFF メソッドの設定手順を解説しました。 TIFF メソッドの詳細は DVD、TIFF メソッドの検証をご覧ください。 TIFF メソッドのテンプレートは iOS と Android 用カスタムチャート、MT4、そしてパンローリングのチャートギャラリーで提供されています。